くが浴びるか。行くぞ。落ち着けよジョナサン、落ち着け。行くぞ。よく来たな、オリスノーツ。歓迎する。死ね。手厚い歓迎だな。この先が大変だ。エレベーターに乗ったぞ。どうした？死ね、ポリスノーツ。レッドウッドか？くらえ！じらすつもりか。よし、あとは歩いていくしかない。ここは駐車場か。奴らが潜んでいるに違いない。注意しよう。ジョナサン、どうだ？怖いだ。レッドウッドだな。
ああ。ゲイツはどこだ。本部長は40階のガーデンでお前を待ってる。だがお前はそこまでたどり着けまい。お前はこの鉛筆の性能を分かっちゃいない。なら教えてもらおうか。なかなか物分かりがいい。楽しもうぜジョンソン。こんなゲームは滅多にない。なんだと。わかったかジョナサン。生きるか死ぬかではない、何分で死ぬか。頼むから簡単には死ぬまい。行くぞポイスノーツ。鉛筆を破棄したか。よし、おびき寄せるつもりだな。螺旋階段。奴は上か。上のフロアに逃げたな。よし、30階上がるぞ。やつめ、どこへ隠れた。
ジョナサン、聞こえるか？エドの具合はどうだ？あいつ俺を撃てなかったぜ。バカなやつだ。俺にとっちゃリドリーのことなんかどうでもいいのにな。やはり仇を取るつもりじゃなかったんだな。仇？笑わせるな。俺は自分のためにしか行動しない。誰が死のうと関係ない。あれは芝居だ。エドをいたぶるためのな。なんだと？俺に復讐心があるとすれば、むしろ貴様に対してだ。ジョナサン、俺をここまで灰にしてくれたのは貴様が最初で最後だ。デッドウッド、どこだ？姿を見せろ。ここにいる。ジョナサン、デイブの腎臓は俺がもらった。なかなか健康な腎臓だよ。もともとあいつに撃たれてダメになった。俺がいただいても文句はなかろう。レッドウッド、貴様。どうだ？俺を倒せる自信がなくなってきただろう。クローズナーは無事になる。ジョナサン、俺を黙らせたらどうだ？できないのか？逃げられたか。よし、鬼ごっこは終わりにしよう。また螺旋階段か。やつめ、弱ってきたな。やったか。よし、行ってみよう。レッドウッド、それまでだな。俺は誰にも負けん。誰も俺を殺すことはできん。お前だけは俺がやる。俺の生死は俺が決める。北条も、北条のワイフも、デイブも、ビクトルも、みんな俺がやった。悔しいか。俺が憎いだろう、殺したいだろう。レッドウッド、お前の殺したクリスは俺の母親だって言いたいのか。誰も俺を
殺すことはできないのさ、ジョナサン・イングラム。残るはゲイツ、徳川。さあ、奴らのいるガーデンへ急ごう。よく来たな、ジョナサン・イングラム。どこだ？ここだ。ここにいる。徳川はここにはいない。お前の相手は私で十分だ。軍用エンプスか。年を取ると厚着したくなるらしい。何？まだ分からぬと見えるジョナサン。お前のような古い人間の時代は終わったのだ。さあ、撃ってみろ。ほら。私が憎いのだろう。撃ってみろ。さあ撃って、私を殺してみろ。バカめ、ここは無重量だ。半島の大きい火薬銃は使えまいて、何のためにここまでおびき寄せたと思う、ジョナサン。では私の番だな。遠慮なく行くぞ。ジョナサン、急所は外した。30代の若い臓器は高く売れる。傷つけては徳川に申し訳ない。ゲイツさん、ジョナサン、貴様らは宇宙開発のほんの表面しか見ていない。人類が大気圏外で生活するということは並大抵のことではない。宇宙は我々にはあまりにも否定的すぎる。神は我々に宇宙へ出ていくだけの肉体を与えてはくれなかった。我々は48億年の時をかけて進化してきた。だが我々の科学は人類の進化スピードを追い越してしまった。我々は宇宙へ出るにはまだ早すぎる種だったのにな。それと麻薬臓器密売とどういう関係がある？宇宙時代の黎明期、人類は宇宙環境という大きな壁に打ち当たった。20世紀の終わりからすでに理論上の宇宙コロニー建造は可能だった。しかし問題は我々人間の側にあった。過酷な宇宙環境、それによる人類の精神や肉体臓器遺伝子へのさまざまな悪影響。
21世紀の半ばに入ってなお大規模な一般コロニーがこのビヨンドのみにとどまっていることで想像ができよう。結局我々はホームを離れては生きていけぬ。あらゆる生命活動は地球の重力に支配されているのだ。ビヨンドでは太陽風や宇宙線による放射線被曝の影響で肉体に何らかの疾患を持って生まれてくる子供たちの数が年々急増している。これまでの宇宙開発は放射線に関してあまりにも無防備すぎた。そして肉体だけではなく人の心にも宇宙は冷酷だ。無重量によるカルシウムや窒素の喪失、放射線問題はいずれ技術的に解決できるかもしれん。しかし精神への影響は今のところ何の手立てもない。今やポリスノーツの時代ではない。誰もが宇宙へ行ける。潜在的な精神障害の発生、長期間閉鎖拘束されることから来る妄想幻想、そして逃れることのできない孤独、十分に訓練された者たちでも耐え難い苦痛だ。宇宙は第二の故郷とはなり得ない。宇宙は実利的利用や科学的研究のための場でしかない。我々全員がこの環境に適応を進出することは過去の絵空事だ。これが今世紀の初めに科学者たちが出した結論だった。その大きな壁をぶち破ったとでも言うのか。貴様のような保守的な人間が宇宙開発を語る資格はない。人類には麻薬と臓器のスペアが必要なのだ。私は徳川と組み、奴の財力とコネクションを使い、この宇宙開発の矛盾を克服した。ここまで来るのに30年もかかった。30年だぞ。これからますます人類は宇宙へと出ていく。そうなればさらに過酷な環境と問題に直面するだろう。今に我々の取った決断と行動が賛美される時代が来るだろう。徳川も私も神がし忘れたことを代行しているだけだ。ゲイツ、お前は神なんかじゃない。徳川に飼われている哀れな犬だ。犬だと？飼い主も飼えるところもない野良犬が何を言う。いいか、このシステムは昨日や今日の思いつきではない。30年前ポリスノーツとしてこのビヨンドに派遣された時から慎重に築き上げてきたものだ。全てはうまくいっていたのだ。それはあの臆病者が、北条が規律を乱した。北条が何をした。やつは DDS の仕事から手を引こうとした。年寄りのわがままだ。それで徳川は北条に臓器密売の話を教えてやったのだ。娘を正規の骨髄バンクでは救えんが、徳川のルートなら可能性がある。だが北条は怖くなった。我々に逆らうとはもってのほかだ。
しかしあの北条の妻がジョナサン、貴様の前妻だったとはな。許さん、ゲイスベッカー。許さん、許しを請うのは貴様の方だ。臓器だけでもと思ったが、跡形もなく始末してやろう。私の貴重な演説を貴様一人に聞かせるのはもったいなかったがな。まあいいだろう。ジョナサン、覚悟しろ。覚悟するのはお前の方だ、ゲイツ。気でも狂ったか。そこのテレビを見てみろ。希望通りお前の演説を全世界の人たちが聞いている。ゲイツ、お前も身の破滅だな。メリル、うまく撮れてるか？ジョナサン、ざまあないけどよく映ってるわ。なんだって、どういうことだ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 。これは…おのれ、貴様ら、生かしておかん。死ねえ、ジョナサン。黙れ、警官死体。ゲイツの腐った骨髄などいらんさ。そうじゃないんだ、ジョナサン。そこで止まれ。私を舐めるなと言っただろう。徳川、放送局は我々が抑えた。これが最後だ。諦めろ、ジョナサン。やれ。動かないで。みんな来てくれたわ。あんたら見直したよ。あんたらは本物のポリスノーツだ。バカな、何のつもりだ。あんたももう終わりよ。このビルの周りは警官隊とマスコミが取り囲んでいるわ。デカ長。いいですか、ジョナサン。あなたの骨髄でカレンさんは助かります。頑張ってください。昨夜、徳川グループ3代目、現徳川グループ総裁のジョゼフ・サドウキ徳川が、ナーク麻薬及び臓器密売、殺人教唆の容疑で検察庁に送検されました。なお、爆発のあった徳川ビルブロックは現在ご覧のように折れ曲がっていますが、調査当局によりますと崩壊の心配はないとのことです。ビヨンドへの影響もありません。付近住民への避難勧告も解除されました。
まるでこの支柱は今回の徳川グループを象徴するようです。この事件によりこれからの宇宙開発に大きな問題提起がなされたことになります。 CM に引き続き BBC ではこの事件の報道特番をお送りいたします。これから忙しくなるな、エド。定年はお預けだが、無理はするなよ。ああ、気のいいところを見計らってやめればいいさ。ジョナさん、ん？いや、いいんだ。これカレンから預かったものだ。機内で開けてくれ。そうか。エド、俺もお前に渡すものがあるんだ。なんだ？これさ、見てみろよ。これはマークが。ああ、俺の顔、俺の。エド、もう大丈夫だよ。マークはお前を理解してる。ジョナさん、ありがとう、ありがとう。エド、エド、話してくれないか。じゃあな、エド。元気でな。ジョナさん、もういいところだ。こっちに残らんか。いや、ここに俺の居場所はない。行くよ、エド。そうか。ジョナさん、ジョナさん、俺たちはいいパートナーだったよな。ああ、最高の友達さ。ジョナサン、友達に忠告しとく。タバコはやめるんだぞ。考えとくよ。徳川グループの汚職事件は今後の宇宙開発に大きな課題を残すことになりました。なお、徳川事件以来しばらく休養していた私カレン北条も今日から元気に仕事に復帰いたしました。これからも変わらず頑張っていきたいと思います。応援してください。コリンズ博士から全てを聞きました。私なんて言ったらいい。私はいつもパパのそばにいます。あなたの娘カレン。追伸、忘れ物よ探偵さん。ママに叱られるわよ。ビヨンドと地球は一続きだ。たとえどんなに離れていても地球との関係は不変なんだ。子は親を踏み越えて成長していくが離れるわけじゃないんだ。俺たちはいつも近くにいる。いつも見守っている。